平成19年7月2日、今年も阿蘇市立宮地保育園から JR 宮地駅に七夕飾りが贈呈されました。宮地駅にやってきた園児たちは、保育園のみんなで作ったたくさんの七夕飾りを思い思いの場所に飾り付けました。きれいに飾り付けられた笹は、ステーションギャラリーの前に建てられ、宮地駅の宮本駅長には、似顔絵を描いた置物をプレゼントしました。最後に園児たちは、童謡の七夕様の歌のプレゼントをしました。